ふざけすぎチーズ入れてた人たち。どうも東京大雪組でーす。お願いします。今日は僕の企画で、お、瀬戸さんの企画、巨大チーズボールを作ろう。何チーズボールって。いや、チーズボールって最近ね、韓国で流行ってるんですよ。で、今後来る可能性がある。いや、今後もう来てるんですけどね、ちょっと。あ、ちょっと来てるんだ。だけど、そのただチーズボールってのはあんまね、見たことあるから結構芸がないね。だから巨大なチーズボールを作ろうということで。おお、ね、まあ、そうだね。でもなんか名前聞く限りね、美味しい美味しい。それではやってみよう。それじゃあ早速チーズボール作っていきたいと思います。作り方が分かんなすぎる。全くね。なんだその材料は。なんだ、まあ、材料はこちらで、パンケーキミックス、あと団子粉があるんですけど。団子粉、なんか片栗粉もいませんでした。片栗粉もどこに。片栗粉あれですか。全然ねえじゃん。まあ僕もあんま作り方わかんないんですけど。そうだ。まあこの材料をとにかく混ぜりゃいいということで。なるほど、混ぜるんだ。この手探り。手探りで調べとけ。YouTube でやってる人はね、たこ焼き器で作ってるんだよ。ああ、これは人気だったよね。うわ、楽しいな、赤崎ね。いや、めちゃめちゃ楽しいですね。団子粉、団子粉、はい、全部入れちゃいますか。砂糖、まあちょっと甘みもあっても全然美味しい感じで。甘じょっぱだ、甘じょっぱ、はい、あ、卵を忘れてました。卵を入れないと。混ぜちゃっていいの、溶いて。混ぜちゃって。で、ちょっと水分も足んないんで。なんか口間違えとる。逆から開けようとして謎の薄い膜で。片栗粉も忘れてました。ほら、弾力がすごい。わ、すごい、すごい。チーズはこれどのタイミングで入れるかがよくわかんないけど、げる。チーズは包ん で、うん、で一緒に揚げるともう中でとろける。団子がちょっともう一袋あった方がよかったね。巨大にすんだったらもうあ、確かに、ね、もうちょっとだけね。ちょっと団子を買ってくるから、ちょっと作り方探しといて、はい、作り方探して探しといて。いや、ちょっと思う。タバコも、タバコ2箱。こん斬新ですね。こんなチャンネルないぞ。ちょっと団子を買ってきたんで、はい、ホットケーキミックスを足したいと思います。団子粉足せ。これ結構でかくなるんじゃない。買ってきた団子粉。あ、はいはいはい、早速ね。豪快に団子粉ね。で、砂糖。結構甘いんだね、これじゃあ。砂糖も入れて。そうですね、チーズボール自体食べたことないんですけど。え？まあまあまあ、まあ、なんで元を食べたことないの。でかいの作ろうと思ったのよ。なんて見たか、これクソでかくない。これ大丈夫瀬戸、これ。こんな感じになりました。素晴らしい。ここから協力してチーズを OK やっていってください。ここに、いや、ピザじゃないですかこれ。あれ、これ全部いっていいですか。全部いっちゃって、全部いっちゃって、包まないと。いや、支えきれねえわ。ちょっと待って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 。まあ、モッツァレラも重くなっちゃう。待って待って待って。ちょ、待って待って待って。やばいやばいやばい。ちょっと本当に待って。これ失敗しよう、失敗しよう。ちょちょ、瀬戸待って、瀬戸待って待って待って、瀬戸。ダメダメダメ。目的何なんですか、もはや。ね。このくるっとね。いけます？押し込んじゃって。押し込んじゃって。いや、破れてんじゃん。ていうか、チーズ入れるのは雑だよ、みんな。いや、大丈夫、こっから。一気に行き過ぎたよ。絶対大丈夫じゃねえか。めちゃくちゃこぼれてる。割れてる割れてる。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。大丈夫ねえ。ほら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 。こっから混ぜんの。こっからもう混ぜちゃってもいいのね。今思いましたね。いや、これちょっと生地が足りないんじゃないか、もう。生地足んないかな。まあ、生地かぶせようか、じゃあ。生地、ここからまたこねる。ちょっとこねて。そう、相当時間かかるんですよ、ここから。ふざけすぎチーズ入れてた人たち。待ってっつってんのに。どこ俺マジ待った今日は。笑いながら乗せてさ。いや、良くなかったですね。これは良くなかった。はい。チーズで喧嘩してる人初めて。こんなんでいいんじゃないですか。おー、すごい、OK、すごい、すごい、さすがガラス。これもう上からだよね。下は大丈夫だから。下大丈夫なんですか。大丈夫。おお、いいじゃん、いいじゃん。下がでも多分
逆見てみる、ちょっとこれ取ってみて、持ってるから。うん、はいはいはい、モッツァレラが、まあ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 、いや、モッツァレラがめっちゃ側面から、だからモッツァレラ押し込めばいいんだよ。だいぶ修正は、うん、いい感じいい感じ。ちょっと今手洗ったんですけど、その前触ってますよ、その前触った。水気をつけて、あ、水気をつけるのパン粉、まあ、これで、まあでもあんまりつけてもね、これ焦げて、もうちょっとつけてんだよ、さすがに。つくね、さすがに。あと揚げるだけで一番大事じゃない、ここが一番大事だから、全員協力してよ、全員協力してよ、全員協力してよ。だから手で全員ちょっと3人ぐらいで、はい、そっと置く感じで。おっちゃんはマジでやばい。おお、来た来た来た、まあ、こういうことだよね。おお、ボールじゃねえんだよな。こっからね、ゆっくり低温でね、揚げていきますね。おお、すげえ、色が全然違う。わ、すごい。油だけ別の容器に移したんで開けるよ。うん、おお、ね、これマジで弱火でゆっくり火通していかないと、じゃないとチーズがね。さあ、ついにできたよ。おお、サクサクだぞ。いや、やばいなこれ、くっついてる、フライパンに。いきますよ、はい、3、2、1。おお、なんだなんだなんだ、ごめんごめん。おお、すごい、あ、すごい。でもなんかボールというよりもなんかね、ハンバーガーをよく見せるみたいな。うわ、うわ、すげえカリッカリだね。チーズが全然伸びない。レンチンする、これ。このままレンチンする。なるほど、ラップして。なるほどね、こぼれないようにして、うん、再度チャレンジします。はい、はい、温めましたけど、じゃあ赤崎が食べるか、これ。はい、いただきます。ずっとカメラね、やってくれてたから。うわー、すごいすごいすごい、おおすごい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 、めっちゃ伸びる。うわ、すごいすごいすごい、すごいよこれ。はい、じゃあここでいただきます。はい、あ、うまい。あ、うまい、うまいですね、本当にうまいのね。なんかえ、なんでシカトしたの。美味しいの、本当に。赤崎、美味しい。かぶりついてきた。かぶりついちゃって、もう、はい、うわぁ、うわぁ、おぉ、あ、うまうまい。じゃあ、その赤崎食べてる間、梅ちゃんもかぶりついたら。うん、え、私、赤崎さん食べた後、ダメなんですまあ、人はね、食べたところが、はい、赤崎さんが食べたことは、ダメなタイプなんですか。ダメなタイプ、タイプはない。それだけは一人よ、それ。瀬戸さん的にはどうですか、発案者の。こんなうまくいくと思わなかった。いやー、どうでした、はい、最初はどうなるかと思ったけど、そうですね、そうそう、また新しい思い出ができた。あ、そうだね、忘れることはないでしょうね。お前すぐ忘れそうだよ。検証結果、はい、参りたいと思います。はい、巨大チーズボールは店では味わえない。東京挫折組です。おいしょ、どうも、どうも。あ、でもちょうど美味しい、ちょうど美味しい、はい、どうも。美味しい。うん、うまい。いやー、ラスト一かけになったけどね、結局みんな帰ってから、これ瀬戸さんが半分以上、瀬戸さんが食べたんじゃないですか、これ。誰か食べない。ちょっと怒ってますもんね。